後にしますと、テニスコート1面分と同じ広さ、その中で点数がつきますね。で、このアーチ型のアーチの中には、北海道道がすっぽり収まるんですね。で、釣り上げ能力がね、3つをくっつけると2400トン。さあ、2400トンでどのくらいかと言いますと、大型バスがね、1台10トンくらいですから、大型バスを240台同時に釣り上げる力がある世界一のトップですね。この3つの船の下はね、長さ100メートルのプール状態になってまして、300メートルクラスの、ね、大きな船を縦に3隻も並べて同時に作ることができる世界一のトップになりますね。三菱重工、大八木工場、昭和47年に完成した世界一のトップですね。
帯で海底炭鉱が開かれたんですね。それをもうすぐ橋、硫黄島大橋を通過しますね。この硫黄島大橋はね、もう40年前から硫黄島の島民がね、橋を架けてほしいって願いがあって、着工期15年かかってやっと完成しましたね。3年前の3月27日、15年でやっと完成した、まだ新しい橋ですね。長さが876メートル、通行料は無料ですね。渡り止めの時ね、人間先にイノシシが通ったって橋なんですね。はい、今から通る瀬戸、これは大中の瀬戸という瀬戸、坂本龍馬がね、1864年から3年間長崎に滞在し、八丁堀同盟で本を取って、龍馬は何度もね、この船に乗って長崎、鹿児島間を、この大阪の瀬戸を大きく通ってますね。はい、硫黄島大橋まで来ましたね。今、ちょうど航海は半分のところですね。あと半分ですね。45度にですね、潜水艦が浮上したら岩礁がポツンポツンと見えていきましたね。あそこにはね、横島という海底炭鉱がありましたね。明治時代、長さ300メートル、横幅150メートル、病院とか小学校もあって、人口も700人くらいでね、大変にぎわった海底炭鉱だったんですけども、採算が10年間で中断されますね。海底構造にね、すぐ海水が入ってくるということで、でそのまま閉鎖になってしまって、そのまま放置されてました。そしたらね、昭和40年代からいきなり沈み出しまして、今は山のてっぺんの岩礁しか残ってなくなってしまって、沈んでしまった横島という島の跡です。あの日はね、水深が35メートルしかなかったんですけどね、潜れば当時の小学校、病院の跡がね、石垣などが葉っぱではっきり分かるね、不思議な海底炭鉱など、横島という沈んだ島の跡なんですね。はい、では今回も半分に置きましたね。今から文化島モードに入っていきます。予備知識としましてね、文化島の歴史についての DVD をね、5分ほど先に放映しますので、それを先にご覧ください。長崎港から南西におよそ19キロ、長崎市端島、通称文化島です。周囲 1.2 キロの炭鉱の島には8階建てや10階建ての高層アパートが建ち、6階に行動圏体育館がありました。で7階の天井は曲がってます。雨戸が完全に曲がってますね。で左側の天井もう半分は、ね、折れてるんですよ。でもう7階来年大きな台風来たら7階すっ飛ぶ可能性があるんですね。で学校あれ普通建てるように見ますけど、あの学校の下っていうのはこういう風になってるんですよ。これ本当は土に埋まってなければいけないの、これがむき出しの状態で建ってるんですよ。リンゴ台風と20年くらい前、その時ここが全部決壊してグランドの土砂全部洗い流したんですよ。だからこれ小学校海の中に立ってですね、でこの状態でこの護岸は埋め合い試食しました。しかしこの中はこの状態になってですね、だから今回護岸については財政制限を受けるということになりましたけど、この護岸のすぐそばにあって、これが護岸がどっかで穴が開いてるんですよ。それで海水が出たり入ったりしてるんですね。それを護岸とみなす、ここを埋めてくれという話を今してるんですよ。それが埋められれば、本来ですね、皆さん今日第三原発に行きました。本当は幻の第五見学者と思ったんですよ。ここが今その状態ですから、ここを埋めるという話が、5年前にあったんですよ。あと3億かけてやって、ここを第五見学者にしようという話があったんですよ。第五見学者が、映画館の前、こことここを見れる、今見てたと来たところってほとんど、大したものが残っていません。ここに来れば学校、そして65号と病院まで見えますよね。でこれは実現できるかもどうか分かりません。あと、まあ、来年にはそれ決まってしまうわけですから。で今回はこの建物に関しては一切何もしないということがはっきりと決まったわけですから、今日皆さんが見たその護岸っていうのが今回の世界遺産になるわけです。今回にもじゃないんじゃない。だけど多くの人たちはこの建物の風景を見たいと思うわけですね。今日裏側見ましたけど、あの風景っていうのはやっぱり世界的には珍しい風景ですよね。ああいった集合住宅残ってるのはほとんどありませんから。でこの真ん中にある、廊下、これも渡り廊下なんですよ。これさっきのトンネルが入っていって、ちょうどあの建物の地下が出るじゃないですか。ずっと繋がっていって65号と上がっていく7階9号ができる。
これに対するのが、工業者の入り口になるんです。でちょっとその辺に、鉄の塊がありますけど、そこにあったのが立て小屋なんです。これがそこにあった鉄の塊がありますね。これは立て小屋です。でさっきの階段のところはちょうど、このこうなったこの辺のところです。ここからこう来たここから降りていくんです。垂直に 600m 降りていくんですね。でこれが当時のこの島の風景です。立て小屋があるんですね。これは平壇と同時に解体されました。後のものは一切何も しませんでした。これは風化の40年の風化によってこれ全部壊れていったわけですね。本来この島には平壇をここにくれるさっきそこに変なのがありますね。あれくれるのも大事なんです。くれるのはここに島のこちら側に3基平壇もありました。それはこの島を企業誘致するために残したんです。昭和48年にパンフレットを作られまして、その中にはこう書いてあります。島の中にはこういった国が3件あって、いろんな補助金をいただきます。そして昭和49年4月をもって、この島から島民はいなくなりました。そして、備考に書いてあるんです。この島において、悪臭、騒音、OK ですと書いてあります。ということはもう、三菱はこの島から全員を退去して、参拝の島にする予定だったんです。それが売れ残ってしまって40年近くあって、それが12年前に再燃始めたんですよ。もう一つ何かとして使おうかという話になったんです。それを覚えた時は、この三菱マテリアルから高島町に無償譲渡された時から何かおかしな雰囲気になったんですよ。本来世界遺産にしようという思いで世界遺産という言葉を出したのは私じゃないんですよ。高島町長なんですよ。しかし高島町長はこの島を一切活用する気がなかったです。本来その上にいた伊藤一長氏なんです。伊藤一長氏は前の一長ですけど、その方がこの島をどうにかしたいという思いがあった。それはどういう観光として使うというものとニュアンスが違った。もし観光で使っているんだったら4年前5年前じゃなくて10年以上前にここはそういった活性されたものです。それが参拝というものがそこでもう一度噂として上がってきた。それが実行されていったらこういったクルーズもなかった、世界遺産もなかったはずなんです。様々な状況がこの島にあったんですね。なんか情報写真を撮りたいです。今日ね、あのうちのホームページのブログに載せますので、プリントアウトもできますので、はい、今日のカレンダー治安っていうのはどういうふうに回転したらしいですね。しかしながら回転と同時に従業員がですね仕事をサボるようになったということで三菱が閉鎖してしまったんです。で昭和45年に改めてまた、改定してですね、この昭和45年というのは本来これは、労働者たちの憩いの場所であったんですけど、45年までちょうど3年期、島民たちが閉鎖が近いんじゃないかというそういう噂が流れ始めていたものですから、こういった部落をどんどん作っているでしょ。それによって少し引き止めようという思いがこの島にあったのがありますよね。でこの辺ちょっと撮影してもらって時間を見て第一見学所に戻りますので、建物が見える風景はここしかございません。あと第一見学所は学校だけしかありませんので、
ったんですよ。今回はその前に九州山口の天下さんに用意するのがあるんですよ。それを聞いてことによって明治ってのは今皆さんが見てるから明治のものなんでもないんですよ。さっきの5番と年齢会であったりだから、日本政府がこの5番の に関しては大変政府だから他の国に対してもそれは明治じゃないものだからって話をするんですよ。狭くなったんですよ。昔のこの場所、さっき写真見せましたけど、幅が減ってるんですよ。これが何回も壊れてるんですので、そのためにこれ上にこう上に乗っけていってるんですよ。上に乗っかってるだけですから、大きな台風が乗ってるだけでしょ。あれで完全に倒れるんですよ、大きな台風来たら。だからこの場所はどんどん減ってます。左側のそこ切れ目があって少しカーブしてますね、これは当時の護岸です、これから右側全部その以降に台風でやられた跡です、このフェンスも5年間で3回壊れてる台風来てる、これボーンと波くでしょ、そのためのところです。きれいに倒されてる。一週間で、なんとか倒れないようにしてくださいって。いや、これ倒れるように作ってる。倒れないところ全部置いてるでしょ。これ全部当時の。で、4年前から5年前から残ってるこのフェンスです。最初この色でこういった形だったんです。これが全部きれいに倒れてしまったのでこれに変えたんです。これも2回やられてる。台風が来てるときは住民は建物の中で十分しのげるんですか？そうですね。台風が来る前からもう雨水全部つけてるんで、左側の窓がみんなベランダとか廊下の窓なんですよ。自宅の窓じゃないんですよ、左側なんですね。でその護岸見ても下の方に茶色いやつがあるでしょ、あの辺のが明治時期の護岸、その上にこう乗っかっていってるんですよ。これもそうですね。これ上、これは結局閉山後にこれは壊れて、これ乗っかってるだけですよ。なるほど。本来の護岸ってのはカーブでしょ、あのカーブしてるのはこういう意味なんですよ。これ上手から護岸の形をああいうふうにしてるんですよ。垂直に立てれば流れだけドーンと来ますから簡単に倒れるんですね。ですからこういったものっていうのは閉山後に壊れて作ってます。護岸は当時のものですね。
これよく見てください。天井がもう上がってるでしょ。あれ、去年の8月ぐらいから鳴り始めてるんですよ。強いと思いますので、向こうで風が強い場合は説明を少しして第一見学室に戻りますので、これはさっき開けたよと大きな穴です。ここが海底水道が開けられた場所です。昭和32年に対岸の半島から6500メートル海を伝わってきた水道がここから開けられて、海底送電、隣の高島からやってましたので、海底送電の跡も少し残っています。左側の建物の中には建て小屋の巻き上げ機が入っていたところです。
見せてから、写真を撮ってから第一県議選に行きます。ここに映ると風邪ひきます。で、この場所が大体台風の通り道です。東シナ海の方です。向こうから向かってきます。で、この護岸は何回も壊されてます。で、12メートルありますけど、去年も台風が、直撃してませんけど、沖縄周辺からちょっと九州に入ったぐらいで、この島にはこれぐらいの波が上がってきます。ここに建物がありますね。これを越えてる波がこれです。それほどこれくらいなんですね。台風直撃した時にはこの島は工業保険なんですよ。こちらが住宅区ですね。これが車です。この付近くらいの、波の周期が上がってしまうんですね。そのくらいこちらが住んでるのが波周期が上がっていくわけです。そんなところで人が暮らしていたわけですよね。で、先ほどのこれが当時のこの場所の風景です。ここにプールがありますね。皆さんここにいるんですね。これが仕上げ工事工事ですね。この辺にこんな建物があったら、台風でこういった木造関係が全部なくなっています。それは当時の風景ですね。で、当時こうやって煙突から煙が入ってましたから、どこから見ても船が動いているように見えたんですね。で、これは今皆さんが見えます。これが35、大正5年作られた日本で初めての鉄筋のアパート。で、真ん中に建物があると、こういうふうにプールがあります。
そしてですね、ここから説明していきます、説明が終わった後ですね、撮影タイムを取りますので、そこでゆっくり撮影してください。で、その前にここがどんな場所であったのかを説明します。それを踏まえてからカメラを向けていただければありがたいと思ってます。まあ、上陸しましたです。散歩地はドリフェス散歩地ですね。昭和29年、33年作りますけど、2回とも台風で全部流されました。昭和37年に完成したのが今の桟橋です。あの桟橋がない時代、船が横付けできない時代っていうのは、島民たちはこういう上陸をしていたわけですね。これ船乗り換えてるんですね。大きな船が横付けできないから途中で大きな船からこう乗り換えるわけです。ということは両方とも揺れてるわけです。揺れてる状態で乗り換えて最後こう長くしてくださって、こんな時代を変わったわけですね。ですからあの桟橋ができてからやっと船が横付けできて安全に渡るようになったんですね。で、40年前ですね、今から40年前っていうのは、こういう風景があの桟橋には毎日ありました。昭和49年1月15日炭鉱閉山しました。同年4月20日をもって無人島になりました。ちょうど40年前の今頃ですね、閉山式が終わって15日に終わりましたから、それから4月20日までこういう風景が毎日あの桟橋にあったわけですね。私もこの桟橋から別れをした一人です。その時一緒に乗っていた島民たちは、船から手を振りながら涙を流しながら、こう言ってました。さよなら羽島、さよなら羽島と、もう二度と帰ってくることはないなと、そういう思いの中で今から40年前、島民たちはここを出ていきました。それから25年経ったある日、私たち、同窓会を長崎市内でしました。当然島に一度帰ってみようかという話を同級生にしました。しかしながら半数以上は行きたくないって言ったんですね。見たくないって言ったんですよ。それは壊れていくふるさとを見るのは辛いから半数以上行くのをやめました。残ったもんだけ船を手渡してここに来たんですね。そしてまず上陸して行ってみたかったのは自分たちが暮らしていたアパートです。私の最後のアパートはこの65号棟のこの9階でした。私40年前この部屋の最後の部屋、ここに帰ってないんです。ですから、母親がこの部屋に何を残したか知りませんでした。25年ぶりこの部屋に訪れると、そこにはちゃんと郵便ポストが残ってました。このポストには、両親の名前、私の名前、妹たちの名前も残ってました。これを見た時、この島が25年間も我々を待っていたのかなと、そんな気がしました。そしてそれから2年後です。この島を産業廃棄物の島にしようという噂が立ったんです。まあ、それが実行されていたらこういうクルーズもなかったはずなんですね。なんとかしたいという思いがありました。それで立ち上げたのが軍艦島を世界遺産する会、やっと10年経ちました。ようやく来年世界遺産になる予定にところまで来ました。10年前誰も相手にしてくれませんでした。ようやくふるさとを守れたような、そんな気がします。そして5年前この上陸海域になってこの遊歩道が作られたんですね。この遊歩道、この5年間で40万人以上がここを訪れました。その40万人の中には元島民もいます。元島民もこの遊歩道しか歩けないんです。目の前にふるさとあってもこのフェンスを乗り越えることはできないんですね。みんなもどかしい思いで帰ってきます。そしてその40万人の中には、この島が何の島であったか分からずに来られることもいらっしゃいます。廃墟の島、軍艦島、廃墟、廃墟と言いながら壁をぶら下げて来られます。ここは最初から廃墟でなかったんですね。日本の近代化、戦後復興まで日本のために命を懸けて石炭を掘っていた場所、それが昭和40年代国のエネルギー政策によって切り捨てられていったのが、この軍艦島をはじめとする日本の石炭産業です。今皆さんが見ている風景、カメラに収めている風景は、もしかしたら日本という国が捨てていった風景かもしれませんね。白い灯台が見えますよね。あの灯台はこの島から人がいなくなって作られています。この島は炭鉱の島、炭鉱で24時間操業ですから、常にこういう明かりがあったから灯台はいらなかったですね。この島自体は灯台に役目しました。しかしながら昭和49年4月20日をもってこの明かりは全て消えてます。だから灯台が必要になったんですね。今2代目ソーラーで稼働しています。そしてボロボロになったレンガの建物、総合事務所、として使われました。昭和10年までこの中には巻き上げ機があったんですね。第二建て工の巻き上げ機がありました。でここが本来は一番華やかな場所だったんです。この島の中枢部ですから、この2階には会議室があって、そして三菱のエリートの社員がここで仕事をしていた場所なんですね。今ボロボロになっています。このボロボロになってだけではなく落書きも見えます。この落書き、今から10年ほど前ここで NHK のドラマのロケが、私も立ち会っています。
まあ、今世界遺産を目指すためにいろんな、歴史認識をきちんとしなくちゃいけないですね。さまざまなことがここで規制になってます。そういう意味ではそういった歴史をきちんと残していかなきゃいけない。しかしながらこういう落書きも世界遺産として残さなければならないものでしょうかね。そして右に大きく口を開けてますね。そこが私たちの父親たちが入っていた炭鉱のことです。風呂です。こういう風呂がそこにあったんですね。この柱が少し見えてますね。この炭鉱マンたち服を着たまま風呂に入ってます。地下600メートル上がってくる真っ黒です。まず服のまま服を脱ぎながら洗いながら次の浴槽に移っていったんです。なぜこんなことをしたのか。さっきお話しした通り昭和32年対岸の半島から海底水道に行かれるまで水事情が悪かったんですね。ここで塩水を使って塩風呂に入ってそれを使って洗濯をしていたんです。なぜかといえば全員が汚れたまま自宅に帰ったらみんな洗濯を始めます。いくら水があっても足らないということでここで節約しながらやっていた場所なんですね。そして階段が見えてますね。あの階段が立て小屋裏地下600メートル来たための入り口です。あの階段を登って桟橋を立っていくとこういう向きのエレベーターがあってですね、このエレベーターに乗って地下600メートルスカイツリーと同じ深さです。そこまで潜っていくんですね。1分半90秒降りていくんですね。そして地下600メートル下にはこういうものがあるんですね。海底高度考えられないんですけどこれ今では地下鉄みたいな広さが下にあります。そしてさっき沈んだ島横島というのがありましたよね。あの島の下にも構造がありました。地盤沈下をして沈みました。長崎からこの軍艦島はみんな炭鉱の島ばっかりなんですね。この海の中は構造だらけなんです。この構造は炭鉱を閉鎖したからといって埋めてるんじゃないんです。水を入れて蓋をしているだけです。この地域は地震が少ないからいいけども、もし大きな地震が起こったらこれ完全にこの辺地盤沈下する可能性がある場所なんですね。そしてあの階段を降りてきている風景がこれなんですね。あの階段を降りてくれば下にお風呂があります。この炭鉱マンたちにとっては帰ってきたという安堵感があります。しかしこの階段を登るときは緊張感がありますね。今から地下600メートル1000メートルを降りていく緊張感と安堵感が交差した階段、階段言い換えれば生死の分かれ目ですよね。この階段を自分の足で登り自分の足で帰ってこなかった人がいます。足元の中で約15名の方が地下で犠牲になっている。時計にこのサイレンが鳴ります。事故の知らせ。その時我々がまず考えるのは自分の父親が下にいないかどうか、そんな心配をしながらこの生活をしていたわけです。そして私は父親最後のこの間を無理に行きました。10年前に亡くなりました。亡くなる寸前に胸の手術をして胸を開いたそうなんですね。肺結石でした。そして母親がそこで見たものは肺の中に黒い黒いシミが残ったと聞いています。どんな思いをしながらこの階段を上り下りながら我々を育てて守ってくれたのか、今となってはそれを聞くことはできません。多くの人は自分の父親がどんな仕事をし、どんな仕事をしてどんな危険なところを見たのか私たちは知っていました。そういう意味で修学旅行生たちにそういう話をします。まずは自分たちのお父さんがどんな仕事をしているのかそれを知ってくださいと。炭鉱で育った子供たちは常にそういったものに向き合いながら生活をしていた場所です。そういったことを少し思い浮かべながらこの辺を撮影してみてください。はい、どうぞ。さっきのトンネルの天井がこれです。さっき入り口に天井がトンネルだったでしょ。この人が空洞なんですよ。この中を歩いていくわけですから、この今皆さんがいる場所には私たち入ったことないんです。ここに入れないんですよ。この中を通って住宅が入ってしまいますから、ここを通ることは一切ないですね。階段が黒いからしてますよね。あれは、炭鉱マンの靴の裏についた石炭のカスです。そうです。その橋は何本かあるでしょ。うん、あれが、あの中に浴槽がたくさんあるんですよ。この橋では今、何本かあると見えてますね。天気は回転そうで、ね、高さです。この建物が明治から昭和10年の中で使われた。
先ほどまで横波を受けておりました。この桟橋周辺はこれだけ波が静かなんですね。ですから上陸できるんです。上陸率は冬場の方は 80% 以上です。しかし夏場は反対に6割以下です。夏場はこちらの前方から波が来ます。あの桟橋を完全に波が塞いでしまいます。冬場あの波を越えてくればこんな静かな、馬車に来るわけでございます。しかしながらこの裏側は反対にすごい波が上がっております。北風が吹いてますからね。この、島がその波を遮っているわけでございます。で、今右手の方3つほど、海の中に桟橋が立っております。ここが石炭積み出す船が止まっていたところです。戦争中アメリカ軍がこの軍艦島を戦艦と間違えて魚雷を発射したという話がありますが、それは全くの嘘でございます。ここに止まっていた石炭積み出す船白十丸を向けて魚雷を発射しております。日本には石炭しかなかった。その石炭すら封鎖しようとしたのがアメリカ軍でございます。で、山の手右の方に三角屋根の構造物があります。これが羽島神社でございます。島の守り神、島民の心の支えになったのがこの羽島神社でございます。右手の白い建物が羽島小中学校7階建て、昭和33年ですから今から50年以上前にこの7階建ての学校があったわけです。学校の裏側にある大きな建物、これが65号と私が最後まで暮らしていたアパートでございます。ここの9階部分でございます。この65号と戦争中に建てられた建物、昭和19年から21年戦争中、鉄がない時代にここに鉄筋のアパートを作る、それほど日本政府によって石炭産業が保護されていた証拠でございます。ですからこの65号と別名がございました。私たちは報告領と呼んでおりました。国に報いる領、報告の精神、報告領と言われたのが65号棟でございます。白い学校の手前の方が小さなグラウンド、そして65号と、そして右の方4階建ての緑がかった建物、これが羽島総合病院でございます。入院設備、手術室も完備した病院でございました。南北480メートル、まもなく横幅160メートルの軍艦島の姿がご覧いただきます。
たくさんアパートがあります。最高10階建てまでありました。しかしながらこのアパートにはエレベーターは一機もついておりませんでした。それに代わるものが右手前方渡り廊下、空中廊下、建物と建物をつなぐ空中廊下が見えております。これによって隣のアパートに1階に降りなく進んだわけでございます。これを伝わっていけば学校まで雨の日傘を差さずに行けたものでございます。
マッチじゃないマッチさんみたいな人石炭産業発祥の地でもあるこの高
に炭鉱閉山しますが、炭鉱再生機は人口2万3000人、子供たちだけでも3000人、長瀬で一番のマンモス校がこの坂下にありました。昭和61年炭鉱閉山後、徐々に人口減り始め、今や400人足らず、半数は高齢者、3000人いた子供たち、今やたった10名足らずでございます。3000人いた子供たち、今この高島は大きな過疎を迎えているのは分かりません。しかしながら今回世界遺産としてですね、注目を浴びております。ぜひ軍艦島だけではなくこの高島も訪れていただければありがたいと思っております。またこの高島と軍艦島、端島は切っても切れない仲でございました。当時の軍艦島、端島の正式名称は三菱高島炭鉱端島工業所というのが正式名称でございます。また、インフラにおきまして、明治7年にこの高島から軍艦島海底操作を行っております。水におきましては昭和32年台湾の半島からこの高島と軍艦島海底水道が引かれております。それによってやっと住宅の水が両島とも使えるようになったわけでございます。180メートル、東西160メートル、周囲たった 1.2 キロの島です。
波を受けながら今、これは航行しておりますが、島の裏側に行くためには波に向かっていかなければなりません、かなり揺れる可能性がございます、少し上の方に上がっていって、それから軍艦島を見ながら、周りを回りたいと思っております。お気をつけください。